はい。ルル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 地獄ラジオだもい。自分で音楽入れられないから自分で歌いました。こんにちは。うん。声の感じはどうかな。大きな声で今日も頑張って喋るぞ。おお。この間健康診断に行ってきました。あ、アンディさんこんにちは。おお、はい、もう健康診断の話は死ぬほど言ってるのでもうあんま喋んないようにしようって思ったんですけど、あの視力検査がありますよね。で、あのコンタクトレンズをつけたまま臨んだんですよ。一応外せるようにケースとか液体とか持って行ってたんですけど、眼鏡が合わなくって苦手なのでもうコンタクトのままで。で、そうしたらあの矯正視力を測りますっていうことでコンタクトレンズを入れたままの視力を測らせてもらったんですね。そしたら 0.2 と 0.3 で、これ合ってますかみたいになっちゃって、でも見れすごい全然見えるんですよ。なんかしっかり見えた方が多分しんどいし車の運転もしないし、最近ちょっとスマホ見すぎてたから少し悪くなったかもしれない。老眼ってどうなんかな、そろそろ老眼どうなのかな。なんかちょっと乱視が強くなってきた気がしてて、金星とか見ると、あ、アンディさん 0.2 と 0.3 で意外と見えてるんですよ。全然、いや見えてるとどう説明したらいいか分かんないけど、そんなに遠くのもの見て何かを判断することってあんまりないので、ただそうだね、信号待ちしてて向こうの角の病院を見て、あ、ここもメンタルクリニックできたんだと思ったらデンタルクリニックだったっていうぐらい見えてないけど、でも大丈夫、そんな困ってないかな。でもここまで悪くなってると思わなかった。で、多分老眼が少しどうなのかな、乱視とか強くなってんじゃないかな。昨日今コメントいただいてるアンディさんがズームでこうおしゃべり会みたいな開いてくれてたんですけど、なんか昨日うちんち夕方5時に晩ご飯食べちゃって、なんかもう9時には寝る準備になってて、だからあれ何時だったかな、10時台だったんだけど、もうね寝ようって思ってたとこだったんですよ。でもなんかみんなの声も聞きたいし、でちょっと見たらミシェルさんもなんか参加するような風なこと書いてて、私ミシェルさんと多分前の行動範囲が結構近かったのでちょっと話したいなって思ってたけど、つけてたけどなんか眠くなって寝ますって言って落ちました。ズームありがとうございました。でその後うだうだしながら、まあうとうと、もうすぐ寝れそうだなってうとうとしながら野菜のランキングのことを考えてました。好きな野菜ランキング1位2位3位を考えてたんですけど、あー、アンディさんありがとうございます。そうですね、あと夜私マウスピースはめてるのでなんかすごい舌足らずみたいな喋り方になっちゃうんですよ。あ、だ感じたみたいな感じだから、あんまちょっと恥ずかしいっていうのもあって、で野菜ランキング聞いてくれますか。野菜ランキング考えますか。自分の野菜ランキング考えますか。私は2020年9月の野菜ランキング1位2位3位を決めてます。多分季節によるし料理にもよるんだけど、
どっちから言ってこっかな。3位から言ってこっかな。じゃあ3位は春菊ですね。春菊ってこの静岡の野菜採れたてのところで買う春菊ってすっごい美味しくて、もうさっと茹でただけでなんか香りがね、香水みたいなんですよ。もうドルチェ&みたいな香水いらない。もう春菊を手首にちょんちょんってつけたら多分すっごい爽やかっていうぐらい、ものすごいいい香りなんですよ春菊。野菜ランキングの話、本当どうでもいい話しているんですけど、第2位を言わせてください。第2位はみょうがです。みょうがはもう中毒です。買ってないけど、何でももうすっごい美味しい。みょうがは、まあ、薬味全体がね好きなので、最高ですね。ただ私みょうがはもう刻んで納豆とか、刻んで味噌汁とか、その生のままでしか食べる術を知らないので、まああんまよく分かってない。一回ぬか床に入れたら美味しくなかったので、なんか違うんやなと思って、だからもう本当に素のままのみょうがが2位で、1位、本当すいません、野菜ランキングなんか喋っててもう本当なんか申し訳ないんですけど、1位は大根です。大根は茹でても美味しいし、焼いても美味しいし、大根おろしにして吸っても美味しいし、何でも美味しいんですよ。スープでもいいし、ステーキでもいいし、はい、これを寝る前うとうとしながら考えて寝てましたね。そしたら焼き魚の夢を見たので、多分大根がこう後を引いてたのかな、って思います。なんかね、みんなの野菜ランキングも聞きたいな。みんなの野菜ランキングはどうですか？1位、2位、3位決めて教えてください。あ、斉藤さんこんにちは。野菜の話してました。あと視力の話してました。それから私最近気づいたんですけど、なんかずっとその前の住民のマンションのね、この部屋に住んでた前の住民の人の北宛てのニャマトの、郵便物っていうと郵便局のものになっちゃうんだけど、ヤマト経由のレターが、まあ、ちょこちょこ届いてストレスなんですって話をしてたんですけど、昨日ね、なんでストレスなんか気づいたんですよ。私実はその公的な書類以外は極力偽名を使うようにしてるんですね。例えばこうなんかファミレス的なところ行って名前書くのでも絶対偽名やし、なんかプレゼントもらう応募する時とかも偽名を使って、まあ郵便屋さんが困らないように、その何か物語った時とかに郵便屋さんが困らない程度の偽名なんですけど、多分自分自身が自分の名前とかその個人的なことがを晒すのにすごく抵抗があるんじゃないかなっていうのが自分探偵ですね。自分探偵っていうのはもう自分自身をサーチしていくみたいな感じなんですけどだからね、信じられないんですよ。でもう試しに前の人の名前でいろいろ探してみたら、もう本当にやばくて、もうお子さんの顔写真も見れちゃうし、今のその仕事の状況とかもなんか、まあ、アップしてて、インスタグラム、ノートの記事、お子さんの顔写真、ああもうこれ最悪と思って、私がこれ
私はもう本当にそれを見て、うわーここまで見れちゃうんだな怖って思って閉じたんで、何も本当に記録したり配布したりなんかしてないんですけど、本当に危ないなって思ってて、で私前に IT 系の、広告営業をしてたので、前にってもうだいぶ前ですよ、10年前だから、そのいろいろね、まあ、ツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとかいろんなその、まあ、SNS 中心に自分で使ってみて、でその営業先で何か聞かれた時にちょっと答えれるようにとか、なんかこううまく使ってるお店さんのことを紹介したりとか、そのこういう風に使ったらいいみたいですよみたいなって感じで、まああとまあ自分もそういうの好きだし、いろいろ見てたアカウント作ってやってたんですね。あと Google プラスね、 Google プラスが一番最高でしたね。なんか最初こそよく分かんなくて、それこそまあ Gmail 作ったらほとんどまあ自動でついてくる的な感覚だったんですけど、うん、すごい良かった。Google プラスは公開範囲が設定されるのがすごくよくって、だから例えば小説書いてる仲間だけでしたい話ってあるじゃないですか。そういうのを、まあ、自分で最初に設定しとくんですけど、サークルごとに公開して、でなんか同じゲームやってる友達とだけしたい話、なんか内輪の話を堂々とできるっていう、で内輪じゃない人にこう、いやこんなん聞かれたら惹かれるかなとか、こんな話ばっかりしてたらちょっと違うクラスの人たち鬱陶しいって思わへんかなみたいな、なんかそういう気持ちもなく設定さえすればできるっていう、まあ、終わっちゃったサービスなんですけど、あれはね良かったですね。うん、何の話だったっけ。あ、そうそう、で結局 Facebook だっけ、私もう全然性に合わなくって辞めちゃったんですね。で前の会社の人が多かったっていうのもあったんだけど、なんかね Facebook のユーザーさんって極端にそのIT リテラシーまで言わない、もうそんな、私も IT リテラシーって言うほど IT リテラシー専門誌でもないから言えないけど、もうそれ、そういう言葉以前にもうな、何気ない子供の顔バーンみたいな、でなんか子供が半分、もう半分なんていうのかな、まあ、まあ言うたらプール行ってきましたみたいな、もうだからなんていうの、え、それ犯罪者が見たらすごく喜びますよそれとか思っちゃうし、あとねもうめっちゃショックやったんは、はい、斉藤さん専門誌 IT リテラシーがあったらマナー講師みたいになって鬱陶しそうですよね。うん、まあんま、私もあんま知らんことをわーわー言わんとこって思ったけど、そのフェイスブックでもう衝撃受けたのが、まあお子様がね、お子様生まれました、自分家の子供生まれましたって言って、で写真載せるのってすごくまあハッピーなことやし、全然載せたいでしょうねそれはと思うんだけど、もちろん全公開にしてほしくないなとは思うんだけど、普通沐浴させてから綺麗に拭いてからアップするじゃないですか。出たてのなんて言ったらいいの、血まみれの血まみれって言ったらおかしいか、拭いてない状態の赤ちゃんを、まあ元気な子ね、うん、元気なお子様がの画像がアップされて、もうドン引きして、はあもうこの世界無理だと思って、で Facebook やめました。うん、やめたけど一応アカウントはあるからやめたって言えないんだけど、うん、なんか絶対見ない、もうウェブサイトも見ないし、アプリはもちろん使ってないし、メッセンジャーも見てないし、たまに Google の Gmail の方に誰々さんが投稿をしましたみたいなのがピッピってくるんですけど、それも普段は見れないようにしてるの。
うん、血まみれアップロード気まぐれオレンジロードみたいな感じですね、斉藤さん。確かに気まぐれオレンジロードみたいに爽やかやったらいいけど、やばかったの本当。なんかそういうのとかもう本当にその子供の SNS の権利をないがしろにしすぎっていう勝手な憤り、別にその誰にも頼まれてないのに勝手に怒ってて、私はなんかこんなことあると思って。だってなんかまだねえ、なんかまだその子供の了承を得てたらいいけど、まあ言うても分かんないじゃないですか、その子供って判断。なんかそれやのに親御さんが全公開、うん、あ、ココさんこんにちは、分かりますよね、なんかもやってしますよね。あともう一つね、ちょっと黒い気持ちなんだけど、私の友達がお子さん何人いんのかな、5人ぐらい、まあ 4,5 人いる友達がいてて、でそのうち女の子が 2,3 人で、一人だけねめっちゃ可愛いんですよ、モデルみたいな、子役モデルみたいな、その子の写真だけアップするんですよ。あ、その子、まあもしかしたらアップしないでとか言ってるのかもしれないんだけど、後の子ね全くアップされてないんですよ。めっちゃ怖いと思って、なんかその美しさで贔屓されんの辛い、なんかいろいろ思い出して辛いみたいなあのもうそれは別に彼女とリアルなつながりってもうなくって、なんかたまたまSNS で、あ、Facebook だったかな、やってた時ので、あ、久しぶりみたいな感じでつながって、そう、ココさんそうでしょ、絶対そういう写真集めるでしょ。だってそのインスタグラムとかでも簡単に出てきますよね、もうすっごい可愛い女の子の写真だけど、なんかってこれ絶対ダメだってみたいなの、でその姉妹間で差をつけるっていうのが、もしかしたらそのお母さんやってる子の方は差なんかつけてないのかもしれないんだけど、でもそれ差じゃないですかって言えない、本人にも言えないし、なんかそれも変じゃない、なんか久しぶりの友達がちょっとまるまるちゃんのやってることって差別やと思うよみたいな言ってきてもね、あの引くと思うんで、なんかそういう世界は見ないようにしようって思って。そう、あ、そうですね、アンデーさん、アクセサリー感すごいんですよね、マジで可愛いんですけど、本当に可愛い写真ばっかりアップしてる。あ、長男長女、あ、よくねお母さんにとっての息子が特別とかね、うちも弟がいたので、なんかすごい嫉妬することが多かったですね。まあ仕方ないんだろうな、可愛いんだろうな、もうでもそういう世界は見たくないなと思って、あんまり、まあ時々逆に見たい時もありますよね、なんかやばこの人みたいなの見たくなる時も正直時々あるけど、なんか無自覚にそういうことをしている大人を見るのが苦手なのでね、そうですね、残酷ですよね。なのでちょっと距離を置こうって思って、はい、そうです。で今日は午前中で高橋由紀さんの付け火の村を読み終わりました。すごくもう有名、バリバリ有名になった本ですね、事件ので。この事件、あの山口県の連続殺人放火事件を追いかけた本で、まあ多分知らない人いないんですよね。2013年って書いてたかな。でなんか読んでるうちに、まあさっきのそのフェイスブックで痛い親御さんを見るっていうのとちょっと似てるんですけど、なんか自分のその野次馬根性みたいなのも
若干後ろめたく思うみたいな、そのうん、面白かったです。私は面白かった。ただその昔々の事件じゃなくて、もうほぼリアルタイムの事件だから、なんかそれに興味持っちゃってる自分も、結局はそのなんか、まあこれってその 村の中で走り回った噂と事件との、なんていうのかな、ぬめっとした関係性みたいな感じで言ってみましょうか、うん、なんかそういうものを読んでいくんですね、うん、で結局その書いた高橋由紀さんは別に刑事でもないし、あの探偵でもないし、ただ事件を丁寧に追っているっていう。で思ったのは、結局その実際の事件の真相って、なんか明智探偵の物語とは違って、もしかしたら丸々さんがこう言ったことやったんかな、もうその人死んだけどみたいな、なんか、まあ、確かにあの人はあの悪口言ってたよって、うん、でもみんな言ってたとか、なんかちょっとそういうモヤの中なんですよね。でそのモヤの中で、ね、終始モヤの中っていうのが多分嫌な人はもうちょっとすっきりしたいと思うかもしれないけど、まあでも現実そんなもんなんかな、うん、綺麗に解決すっきりっていうのはないのかもしれない。で特にこの、まあ、犯人ですねって逮捕された人が精神疾患を持っていただろうなという、うん、最後の判決では精神疾患ということは省かれたんだけど、まあまあ持ってたでしょうという話なので、なんか余計にそのまあ言ったらその犯人自身も妄想の中に生きているっていうのもあって、まあまあかなりモヤの中ですね。で私町出身なので、あんまりその閉ざされたコミュニティの中でのその追い詰められる感じだとか閉塞感だとか、あんまりその想像の範囲、その小さな想像の範囲でしか考えられなくって、で実際その過疎地出身の人の話も聞きたいなとか、思いますね。なんかほんまにそうなんかな、まあでもそうやろなっていうぐらいになっちゃう。うちの父方の田舎が兵庫県の北の方で、まあ、田島の地域ですね、コウノトリで有名な、あそこ結構田舎なので、やっぱもう70、80ぐらいの人同士でもいじめありますからね。なんか急に無視されるようになったりとか、それをおじおばから聞いた時に、なんか人間ってなんなんやろなと。老人になればなるほど、そのなんて言うんでしたっけ、まあ認知症に似たような感じですごく暴力性が強くなってしまうっていうタイプもあるだろうから、あ、ココさん、ミステリーという流れという漫画、あれかな、スーってした目でモシャモシャってした髪の毛のあれかな、主人公のなんかで試し読みしたかもしれない。面白いですね。同じ、そう、合ってた、よかった。同じ漫画の話を私はできているだろうかって思ってたんですけど、はい、よかった。あれね、面白いですね。ああいう、まあ、ミステリー系だったり、その事件を創作で書ける人って、すごいなぁ。ちゃんと、プロットが、ね、どういう風に書いてはるんやろ、設計図みたいに書いて物語、まあ、漫画だったり小説だったりにしていくのかな。ある程度
その創作物の場合ね、創作物の場合ある程度その伏線はチラ見させてほしいですよね。なんかたまに実はこの人こうなったんですみたいな、あのあるじゃないですか、知らんがなみたいな、実はおばがあの時来ていてみたいな、その話ちょっとしといてよっていうのたまにありません？あのその場合はちょっとあのがっかりしますね。うん、やっぱりその伏線中じゃないけど、多少の伏線はチラッチラッチラチラチラって、でむしろ伏線が回収されない、伏線じゃなかったやつも好きで、同級生のクラスの女の子が後ろあの時通ったっていうのが描写がふって心に残るんだけど、結局何も関係なかったとか、あのそういうのが好きですね。うん、なんかね、あまりにもねほったらかしのストーリーだとねあれだけど、なんかちょうどよくチラッとさせるのがいいですよね。だいぶ話したな。今日は結構大きい声で喋れたと思います。お昼にねカレーを食べましたからね、やっぱり温めると声が出ますよね。ただちょっと喉が、あの秋花粉が暴れ出してきて、ちょっとしんどくなってきてます。でもウォーキング行かないとね、また家の中で2000歩も。あ、アンディさん、最初と比べたらめっちゃ声出てきてますよね。ありがとうございます。そうなんです、私声は本当は出るんです。今ちょっと目を見開いて喋ってます。ええ声出るんです。うん、頑張りたいなって思ってます。昨日図書館行ってきて、一つは加藤さんがこれ読みたいんだって言ってた島尾真帆さんのスーベニア見つけたんですよ、新着図書に。うわっ、あるやんと思って。あと借りてきたのは、これもねもう絶対読みたいって思ってて、でも上下巻あって2400円×2やから無職の身にはきついなって思ってた民人リーのパチンコ上下巻ありました。あ、ポンちゃんこんにちは。今図書館に行って借りてきた本の話をしてまして、結構ねいい本が、うん、パチンコ民人リーのパチンコと、それから島尾真帆さんのスーベニア、それからね赤坂の双子のライオン堂さんが出した本屋の話、本屋さんの話、タイトルなんだっけ、ちょっとね忘れちゃったけど、あれもねあったんですよ。あの本あるんやと思って、うん、結構いい感じの本が綺麗な状態で、なんか私図書館日和っていうアプリを使ってて、でそのアプリは図書館のその予約サイトと連動してるから、自分の使いたい図書館をこう紐付けておいて、で読みたいリスト、例えばつけびの村って入れといて、でそうすると蔵書検索してくれるんですよ。で一覧に蔵書あり蔵書なしって出してくれるんですけど、100何冊登録してて、あのほとんど蔵書なしで1冊だけ蔵書ありだったんですよ。だからうわーと思って、ちょっとこの、まあ、町の図書館だしちっちゃいかなとか、まあでも静岡県内の全域だったらあるかなとか悲観的になってたんですけど、うん、割と実際見てみたら結構良かった。うん、しっかり読んでいきたいと思います。あとはそうね、あの自分が買った本でもまだ読んでないのもあって、積んどくもありますので、うん、ちょこちょこ読んでいこうって思います。はい、あと30秒程度。今日もありがとうございました。またSpotify などにアップしますのでよろしくです。でも2回3回聞くものでもないからね、野菜ランキングだけ考えといてください。1位2位3位です。
どんなジャンルでもいいです。じゃあ失礼します。